E-Radio 77.0. Come together, all you radio lovers. Beginners are welcome. Charge.時刻は5時31分回っています。岩田泉が生放送でお送りしているチャージ、この時間はですね、あのアーティストに電話インタビューを行います。電話つながってますよ。もしもーし。もしもーし。お名前をお願いします。ガレットの野々子です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ガレットの野々子ちゃん、はいはい。と今日はお話をしていきますが、はい。ガレットというのはちなみにどういったグループになりますか？いろんなグループから卒業して、編成されたグループになってます。おー、何人組ですか？今は3人と、サポートメンバーを加えた1人が増えて4人となってます。ね、4人で、今活動してるということですけれども、はいはい、サポートメンバーはいつ入ったんですか？は、うん。いつ入ったっけ？いつ入ったかな？最近？今、ちょうどメンバーが、あかりちゃんとさきちゃんの二人がいます。お、そうなんだ。はい。お、で、電話はでもののこちゃんだけでいいの？そうです。お、わかりました。お二人も元気ですよ。あ、本当に？よかった、よかった。はい、じゃあ、今週末にね、ライブも滋賀でありますけれども、はい。もう、元気 100% で。はい。準備は万端ですか？万端です。おー。じゃあみんなで、ということは、滋賀に来るのは、何回目とか？あんまりない？滋賀に来るのは初めてです。お、初めてか。はい。じゃあもう、ぜひ、ライブで弾けていただいて、はい。で、滋賀のファンをいっぱい作って帰ってくださいね。はい。はい。はーい。では、ガレットの、ことをもうちょっと聞きたいんやけど、ガレットっていう、はい、そのグループ名の意味ってどういう意味があるの？ガレットは、包み込むっていう意味があって、皆さんをガレットしていけたらいいんだっていう意味で付けられた名前となります。なるほど、はい。ちなみに今いるメンバー4人の中でリーダーは誰になるの？はい、リーダーはいないんですよ。リーダーいないの？はい。だけど一番しっかりしてるのはさきちゃんっていう子が。おー、はい。あ、そうなんや。さきちゃんが一番しっかりしてて。年上？はい。さきちゃんが一番年上？あ、そうなんです。一番年上です。なるほど。はい、ののこちゃんはちなみに、はい。どういうキャラクターなの？どういうキャラクターですかね。うん、なんか、ちょっとみんなにいじられるとか。はい、あ、自分ではよくわからないんですけど、頭が悪いって言われて。そうなの？周りの子たちに？はい。嘘。そんなことないんですけど。うん。はい、自分ではね、そんなことないと思っているけれども。そう。周りひどいんですよ。そうなの？嘘。はい。そうか、うん、でも、ま、年長さんのさきちゃんがいて。はい。で、ちょっと天然系なんかな、ののこちゃんがいて。いや、違う。そうか。じゃあ、MC とかするのはちなみに誰が指揮ってするの？さきちゃんなんですよ。やっぱさきちゃんなんだ。なのになぜか今日は、なんか電話出てって言われたので。そうなの？嘘。さきちゃんもいるの？はい、あ、さきちゃんいますよ。さきちゃんいるけれども、今日の電話はののこちゃんに。はい。なってるんだ、ね。なんか変わらんでいいよって小声で言われました。本当？わかった。多分あれやね。さきちゃんはもうののこちゃんに全部任せて。そうです。多分、さきちゃんは私のこと信用してるので、任せたと思います。本当に？はい。じゃあ、ののこちゃんに、その、はい、元気を届けていこうっていう、その番組のチャージという名前がついてるんですけれども、はい。ののこちゃんの元気の源って何がありますか？そうですね。ガレットの元気の源って言ったら、やっぱり、食べ物だと思います。おー。はい。食べ物、いっぱい食べる？はい。いっぱい食べます。なんか、ライブって言おうか迷ったんですけど、ライブもやっぱりエネルギーがないと、あ、そっか。できないかなって思ったので、食べ物にしました。お、ののこちゃんはちなみに何が一番好きなの？一番好きな食べ物は、納豆です。納豆？はい。納豆ね、実は私、食べられないんです。そうなんですか？損してますね。損してますよね、はい。多分ね、そう思うんですよ。お蕎麦とかに入っててもすごい美味しそうやなって思うんやけど、納豆抜きでって頼んだりするの。納豆はちなみにどういう食べ方をするの？ほんと、普通に何もつけない食べ物。そうなんや。何にもつけない食べ物。タレとかはかけて？あ、かけます。で、もう卵とか何も入れずに。はい。へぇ
そうなんや、納豆ね。え、なんか納豆トーストとか、なんかカレーに入れるとか。あ、それもしますよ。それもするんだ。あのパンに乗せて、うん、めっちゃ納豆食べます。あ、そうなん。はい、それが美味しいんやね。美味しいです。そっか、じゃあもう納豆を食べて元気つけてライブをして、はい、ってことやんね。はい、でもうそのライブも皆さん待ち遠しいかなと思うんですが、はい、ライブが終わってからすぐですね、3月25日にミニアルバムがリリースになるんですね。そうなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。タイトルはどんなタイトルですか？ムービングパーティーって言います。お、ではまあ、アルバムの話は後ほど聞くとしまして、その中からまずは1曲聞いてもらいましょうかね。はい、ではののこちゃん曲紹介をお願いします。はい、それでは聞いてください。ガレットでジャンプはドリームチャージ。この時間はガレットのののこちゃんに電話をつないでお話を聞いております。ののこちゃん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ曲を聴いてもらっておりますが、はい、来週水曜日ですね、ミニアルバムグロービングパーティーがリリースになりますが、はい、どんなミニアルバムになってますか？そうですね、やっぱりあの今のガレットがたくさん詰められた曲となってますので、はい、全部本当に聴いてほしいです。うん、この中から、はい、22日のアイドルコレクションでも歌う曲ってあったりするの？はい、お、新曲、うん、はほとんど歌います。本当に？はい。じゃあもう滋賀の皆さんはそのアルバム、ミニアルバム発売の前に聴けちゃうということやね。はい、そうですね。ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、そして今週のね、日曜日3月22日に滋賀アイドルコレクションが行われます。はい、他の出演者とは交流とかはあったりするの？そうですね、東京女子流さんなどは、うんうんうん、あの一緒に J ガールズポップウェブっていうイベントをさせていただいてます。うんうんうん、そうなんだ。はい、じゃあ結構一緒にライブで会ってお話ししたりとかもするの？あ、そうですね、お話ししていただいてます。おー、ちなみに今回出るメンバー、あのメンバーというかあの他のアーティストの中で、はい、ちょっとあの会ってみたかったんやなって思うそんなアイドルちゃんっていますか？皆さんに会いたいです。お、そうやね、はい、確かにそうやね。はい、ぜひとももうガレットの皆さんも楽しみにしてますし、はい、もうチケットゲットしている方も楽しみにしてると思いますので、はい、ぜひぜひあの楽しいライブを見せていただきたいと思います。はい、ちなみにガレットの、はい、おすすめポイントといいますか、はい、こういうところを見てほしいなっていうそんな推しポイントありますか？そうですね、やっぱりガレットは楽曲がすごくいいので、うん、あの音を聞いて楽しんでもらいたいなっていうのもあるんですけど、はい、新曲は皆さんで楽しんでもらうところもたくさんあるので、うん、一緒に踊って楽しんでもらえたらいいなって思います。はい、でも他のアイドルちゃんのファンの方も全員で、はい、ね、ガレットの新曲で踊ってほしいよね。はい、踊ってほしいです。はい、では皆さんぜひ滋賀アイドルコレクション3月22日の日曜日に安文化ホール大ホールで行われます。ぜひぜひあのタイムテーブルもあのホームページに出ておりますのでぜひチェックしてください。ではガレットとしては今後の予定とかはありますか？今後は日曜日に、うん、今週の日曜日に、うん、大阪であるハッピージャムに出演させていただくんですけど、うんうん、あの3月25日までリリースまでは、うん、いっぱいリリースイベントしてますのでぜひホームページを見てほしいです。ありました、はい、では最後に滋賀の皆さんにメッセージをお願いします。はい、滋賀に行くのは初めてなんですけど、たくさんの人ガレットできるように頑張るのでよろしくお願いします。はい、ではでは皆さん楽しみにお待ちくださいね。はい、さあこの時間はガレットのののこちゃんに電話をつないでお話を聞きました。ののこちゃんありがとうございました。ありがとうございました。 Okay, E-Radio 77.0. It's time for evening wide show from the lakeside. This is Charge. Charge. We're gonna have a great time together.3月22日の日曜日に行われます安文化ホール大ホールでありますね、アイドルコレクション。ぜひ皆さん遊びに来てください。前売りが4500円で当日が5000円となっております。ローソンチケット E プラスチケットピアでゲットできますのでぜひ皆さんよろしくお願いします。 MC には水曜日担当のきなこさんが
ておりますのでね、ぜひきなこって書いたうちわとかもちょっとあったらきなこさん喜ぶんちゃうかなと思いますので、まあうちわは作られへんなと思ったらなんか裏紙とかでも OK、 チラシの裏とかでもいいし、書いてねあったらきなこさん喜ぶんちゃうかなと思います。こんなやったらまたきなこさんに怒られそうやな。ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。